カーボン軍はアメリカ合衆国モンタナ州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は1078人であり、2000年の9552人から5.5%増加した。軍庁所在地はレッドロッジ市であり、同軍で人口最大の自治体でもある、ビリングス大都市圏に属している。カーボン軍は軍内に豊富に発見された。 石炭埋蔵量にちなんで名付けられた。1895年3月4日に、パーク軍とイエローストーン軍の一部を合わせて設立された。1915年、州内では初の商業用油性がエルクベースンに作られた。ベアトゥース産アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は2062平方マイルであり、このうち陸地は2048平方マイル。 水域は14平方マイルで、水域率は0.69%である。モンタナ州の最高峰グラニットボンが、軍内のベアトゥース山脈にある。警官に富む山岳ハイウェイの一つである、ベアトゥースハイウェイが、レッドロッジと西のパーク軍のクック式とをつないでいる。軍東部には、プライヤー山脈とビッグホーン側がある。カーボン軍の歴史の初期には、石炭採掘が主要産業だった。 現在の経済は農業、レクリエーション及び観光に依存している。2009年時点で、軍内主要雇用主は、ベアトゥース病院健康センター、レッドロッチサンリゾート及びレッドロッチピザ会社である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ロスコーのクリークソいの農場、1978年9月、撮影。ありがとうございます。